はい、道の駅でございます。どこあんの道の駅、これは、道の駅大座、はい、ここに駐車場を止めてね、これ歩きましょう。俳優なんだね。あの山の上でございます。公園の所でちょっと登ると、ここに西口観望っていうのがある。山とかやったらね、蛇とか出るらしい。名前ちょっとあの草むらの方ではい、わかりました。蛇が出るんやって怖っ。まあ行ってみましょう。600メーターありますよ。登りばっかり600メーター、どれぐらいかかるか。20分また上がるか。えらい綺麗な花が売れたはんねんね。ねえ、ありがとう。すんまへん。もうきれいきれい。うわ、花花花いっぱいやわ。今ね、ちょっと地元の方にね、話しかけられて止まらずにもないと、止まらないかもんね。なんかいろいろ言ってあるからさ。で、ちょうど遠いから聞こえてないねんて。もっとまっすぐ行ってみようか。なんか右、車止めがどうのこうの言われたんやけど、まだ上やろ。お魚の陣は夏の陣と冬の陣とあるけど、変えてないね。だから、あと200メーターや。あと200メーターがね、このこんな登りですわ、急激な。蛇がおるから、あ、なんや、恐竜か。トカゲか。脅すもんね。蛇がおりますから、言うて。これはやっぱり奈良はね、蛇の宝庫やから、怖いね。あら、また細い。これは杉じゃ、あ、ヒノキかね、これ。細いヒノキいっぱいや。これちょっと嫌やね、これ。この道は。右も左も、蛇がいそうな感じしてしゃあないね。これはこの道もあんまり歩いとらんね、人が。言うほどはね。これどっち上がっていくの？あ、左か。左やね。ホモンがあったわけよな、ここに。ホモンがあったんやか、ここな。今はね、何にもないけど。これまっすぐ行って、どういくんだ、左行くんかね。ああ、石残ってるやん、これ。石垣残ってます、ここちょろっとね。上の方は石垣ないやな。ほら、石垣や、これ。石垣3階でございます。破壊されましたか。石垣。ね、手前の。二段ぐらいしか残ってないかい。割れてるけどね。こう、本当あったんやるけどね、これ。細かい石をかましとるからね。ここに車があったんかね。やぶ入ったらあかん言われとるけど、なんかこう入りたくなってくるよな、ここね。やっぱ見たくなってくるよな、こう。こうね。ああ、残ってないね。全く残ってませんわ。石がね、石垣が。ああ、これ上がったやつなんだ、そこ。これ一番高い天守閣があった部分かね。
ちょっと広くなっとるんやけどね。広、思ったより広いわ。ここら広いですね。山城の上にちょろっとね、平らな部分があるかもだけど、ずいぶん広いね。一番長いところで100メートル以上あるね、これね。ああ、綺麗に下界が見えますわ。これ。あの山気になるんだけどね、この前からね。なんちゅう名前の山ですかね。だけどね。ここ石垣が残ってるやんか。ちょっと天守閣の石垣にしては、ちょっと今一個やけどね。よいしょ、上がってみましょう。おお、あんな雰囲気に高かったんかね。はい、ありがとうございます。読めない、なんか書いてあるんだけど、おそらくまた戦争のなんかかいうの書いてあるんちゃうの。ね、明治26年って書いてあるから、明治26年ってことないや。今来たのどこや、どこやったっけ。どこ上がってきた、そっちから上がってきたの。ああ、これ攻めるの大変やわ、これ。こんな高いやったらね。白髪大名人とか言ってんの、ハーフかな。ああ、金いっぱい、お金がいっぱいでございます、これ。この前上がってきたんだけど、どこ上がったんやろね。なんか杉林の中入って分からないんだって。杉林があって、こうかね。ほんでこっちの方が方角分からへんけど、方角分からんけどね、綺麗やね。いやー、綺麗見えてますわ。こっちは見えへんな、こっち。はい、誰もいなかったですわ。どれもいなかったね。天守部、どこから上がってきたの。ここから上がってきた。最後の200メーターぐらいがね、山道でございますからね。ビビ、蛇がおるいうからビビながら歩いてるね。こんなとこ上がってきたな。いや、上がるときは簡単やけど、下りは大変やわ。これあと200メートルちょっとやっぱり整備してもらわんと、これなかなか大変ですわ、上がってくるの。これやろな、これいっぺん降りて。ああ、もう嫌やね、これ。ヘビ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 、こらあかんわ、こらあいまへんわ。こんなんずっとこんなんやったら、これこんなんやで。これ山道やから蛇がおりますとか、あのお姉さん言うからさ、やめた、無理、これは無理でございます。トレッキングシューズにあのジーパンの、もっと厚めのジーパン履いてこなきませんわ。残念。
はい、断念しました。まあ、あのヤブはちょっと用意けんわ。いや、あの、分からへんからさ、ゾウ足んねんやったらもう嫌やもんな。途中までぐらいやったらいいけどさ、20メートル入っても断念した。あ、下降ろう、こっちを断念しました。こっち降りましょうか。はい、ありがとうございました。宇田市松山城跡でございました。反対から下る予定でしたけどね。あー、あのやばい、もうあの草ぼうぼう城がね、巻きました。ね、門に行きたかったんだけど、やめてね。折り返しました、来た道を。残念でございます。ここなんだ、ここ。なんかありますよ、ここ。